今日はですね、岡山市の西大寺にやってきました。こちらの車両が西大寺鉄道の車両ですね。1962年まで、走っていた鉄道です。岡山から西大寺までつながってたそうなんですけど、ここがなんか昔のね駅なんですけど、今はこの両備バスの西大寺バスターミナルになってます。昔はここが駅だったんですよね。ここが改札というか、そういう感じだったんでしょうね、当時は。今こんな感じになって、なんかちょっとなんか今じゃ見ないなんか懐かしさのね、なんか駅、バス停みたいな感じになっています。今ではやってるのかやってないのかわからないような、旅館ホテルの昔の掲示パネル載ってます。これを見て今日どこに泊まろうとか、旅のね、なんかここの行き先を考えてしてたのかもしれないです。でも今はバスの停留所になってます。ここにもまだ昔の掲示パネルあります。こういうね柵とか珍しいですよね。今だとバス停の関係者の建物になっていると思うんですけど、こちらがその当時列車が走ってた廃線跡です。その当時の痕跡っていうのは多分残ってないと思うんですけど、この幅とかこのストレート直線、列車の線路が通ってたのかっていうような感じです。
ですね、場所はもう本当にあの西大寺駅あるんですけど、 JR の、赤穂線かなあるんですけど、ちょっとね若干離れてるんですよね距離が。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。